木下裕二と鈴木智也のおしゃべりー。はい、ということで、はい、今日で記念すべき10両目ですね。そうだね、10両目だね。いやー、早いもんですね。あー、10両か。もう10両ですよ。あの番組始まってね、もうこの、ね、このおしゃべりが始まって、もうってことは10両目ってことは、もう10週、10週経ってるわけですか。うん、約10週間。そうですね、10週間ですね。あ、もう2ヶ月ぐらい、2ヶ月半。そう、2ヶ月半ぐらいですかね。いくかいかんか、これ。いや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 。毎週やってるんだよ、毎週。毎週やってますからね。収録だけどね。そうですね、毎週日曜日のね、大体深夜にね、そうなんですよ、収録してるんですけど、固定で毎回見てくれて、大体40から50人ぐらいで、そうですね、なんか割と結構見てくれる方がいらっしゃって、うん、ありがたいことに、うん、そうなんです。もう一歩もう一歩、もっともっともっとあれ見てくれる人増えるといいんだけど、そうですね、まあ100人とかね、200人ぐらい見てくれたらね、嬉しいですけどね。うん。うん、さあ、今日も、さあ、ロシアベリーの時間ですけども、今日は10月31日ということで、まあ、ハロウィンっていう。ああ、そうですね。世間ではもうね、ハロウィンということで。ハロウィンということで。ハロウィンは、ね、なんか、木下さんを思い出みたいな。ハロウィン思い出みたいな。いや、全くないですね。全く。ないの、お菓子もらえたりしなかった子供の時。いやー、みじんもないっすね。なんかあれですか、ありますか、思い出とか。なんか周りハロウィンって騒ぎ出すけど、大体騒ぎ出すの女の子だよね。まあそうっすね、大体は、うん、なんか子供の頃になんかあれじゃない、なんか子供会みたいなのがなんかあって、ありましたね、そういえば。なんかそういうのでなんかあったような。俺子供会入ってなかった気がするけど、でもそんなあったような気がする。ありましたね、なんかそういえば。特に何もやらないね。そうっすね。まあインターネットではなんかね、そのなんかコスプレしてる人とかね、結構割となんかいますけどね。ハロウィンもそうだけど、なんかクリスマスも近いけど、クリスマスも何もやらんくない、やる？なんか。いや、やらないっすね。まあ、子供の頃とかは、それこそ、なんか、クリスマス会とかね、なんかやってましたけど、今は本当に何もやらないっすね。ケーキも食べない。まあ、ケーキぐらいは食いますけど、まあ、言っても、でもケーキぐらいっすよ。なんか洋風のイベント全部無視してる。そうっすね。まあでも大体クリスマスっていうのは、まあ、僕接客業してるんで忙しいんですよね、うん、その時期って。あ、そうだね、お店やってる人はもうその時期忙しいよね。もう大嫌いなんですよ、クリスマス。だって休めないもんね。休めないっすね、絶対。もう 100% もう休めないっすね。あ、なんかあれどうすんの、彼女できたのか。いやいやいや、まあでもね、まあ一応まあ希望機は一応まあ出せるんで、うん、そうなんですよね。まあ出そうと思えば出せるんですけど、ただクリスマスがその祝日とかそのなんか土日に重なるともう無理っすね。まあ土日忙しいからね。もう絶対休めないっすね、100%。そうなんすよ。なんか付き合ってる子がいたらあれじゃん。ゆうじくんあれだな、休みな。言われそうです。ゆうじくん休みないの、みたいな。言われそうっすね。クリスマスデートしたかったわみたいな。言われそうっすね、思いっきり。そうっすね。そうだね。そのはないかもしれないけど、もしなんか彼女とかいたらクリスマスデートしたいの。いやー、それはしたいっすよ。何したいの、クリスマス。まあそうっすね、まあ本当にベタですけど、なんかイルミネーションとか見に行きたいっすよね。そう、イルミネーションとか。ちょっとあれ寒い中。そうっすね、ちょっとなんか手とかなんかあれっすよ、つなぎながらちょっと寒いなとか言いつつ。そうなんですよね、やりたいっすよね、ちょっと。それやったことあんの？元カノとはしましたね。
え、元カノとクリスマスデートしたんだ。まあ、クリスマスじゃなかったと思うんですけど、結構なんか寒い、え、いつだったかな、うん、割かし結構寒い時期だったと思うんですけど、うちの、三重県内に、多分知ってる方は多分、いらっしゃると思うんですけど、生田の里っていうところがあって、生田の里、うん、あそこのね、イルミネーションがもうすごいね、あれなんですよ、綺麗なんですよ。そうなんですよ。だから、もうあそこやばいっすね、光のイルミネーションがもうマジやばいっすね、あそこ。なんかそれ見て、なんか、感動するの。いやあれはちょっとね、僕ちょっとね、あれですね、ちょっと感動しましたね、ちょっとなんかあれは、ちょっ とめっちゃ綺麗したもん、マジで、あれは。ただあそこにそのカップルで行くと、なんかその別れるっていう、なんか、うん、そのなんかジンクスがあって、うん、で実際僕が別れたんで、そこ行って別れたんで、おーマジや、別れるんだ、なんか言われてますね、結構。じゃあもう別れたいと思ってる時はそこ行けと。そうっすね。皆さん聞いてきました。ぜひお試しください。あ、もうそろそろ別れてえなみたいな思ってる人はぜひこの生田の里に行く。怒られちゃうよ。そうっすね、生田の里っていうところの人に怒られちゃうよ。怒られますよ、ちょっとこれは。怒られちゃう、ごめんなさいね。ごめんなさいね。いやでも本当にあれなんですよ、本当に料理も結構うまくて、本当になんかイルミネーション綺麗で、うん、そうなんですよ。だからそのイルミネーションのなんかその飛んでるみたいなのがあって、そこがものすごい綺麗なんですよ。へえ、そうなんですよ。割とちょっと結構おすすめっすね、あそこは。またなんか新しい恋人ができたら、そうっすね、ちょっと生田の里に行って。別れそうっすね、でも。いや、まあいいじゃん、もうなんか別れたら別れたらいいよ。まあそうっすけどね。そう、別に関係ないと思うよ、ぶっちゃけ。まあそうっすよね、たまたま偶然、たまたまっすよね。そうっすよ、たまたま。なんかそのスピリチュアル的なものを信じちゃダメ。ダメっすよね。まあスピリチュアルな僕が言うのはあれだけど。いやいや。いや、はい、なるほどね。じゃあお正月はないですよ。正月も多分仕事っすね、僕。じゃあ正月もほとんど何もしない。まあ仕事行って帰ったらちょっとまあ餅食うぐらいですかね。一年中のイベントの中でこれは絶対やるってことはないの、あんまり。なんすかね。まあやるって言ったら、まあそうっすね、なんかするかな。まあ夏になったらちょっと海に行きたいなぐらいですかね。ね、海行ってないですの、泳ぐの。泳がないですね、見に行くだけっすね。見に行くだけなんだ。そうっす、まあ、一人で泳いでもなって思うもんで。釣りとか潮干狩りとかしないの？僕ね、釣りしないんですよ。潮干狩りもしないんですけど。なんで？いや、まあなんでっていうか、あんま。いや釣り、まあ、周り結構してる人いますけど、うん、あんま興味ないんですよね。楽しいよ、魚釣り。楽しい。楽しいですか？楽しいよ、俺釣りバカだもん。あ、そうなんすね。っていう設定。ああ、そういう設定なんすね。俺スーさんって呼ばれてるから。ああ、なるほど。なるほど。スーさん。スーさんだから。鈴木建設の社長だから。ああ、そうなんすね。そう。なるほど。浜ちゃんと釣り行ってる。そうなんすね。そう。知らんけど、そうだ。あ、そういう、なんか、あれですね、設定で。設定。釣り、もうその、潮干狩りも楽しいんじゃない？楽しいんすかね。でも、一人で潮干狩りするのも、なんか、ちょっとなんか、悲しいっていうか、なんか寂しいっていうか。まあ、あれよね、やっぱ、子供できたら行くって感じかもね。まあ、そうっすね、子供ができたら、うん。そうですね。まあ、釣りとかもね、女の子によっちゃすごい楽しいっていう人もいるけど、まあ、基本女の子見てるだけ魚触れないっていう人多いから。ああ、多いっすね。そう。だって、誤解なんかだって無理でしょ。触れないでしょ、女の子。誤解とか。いや、嫌なんじゃない、虫だから。でしょうね。俺、誤解なんか余裕で触れる。
いやー何これキモいとかなんかちょっとなんか言いますよ絶対女の子。ホレって投げてやるわそしたら。やりそうっすね。絶対よ絶対俺とはスリーか。やりそうっすね。あ、まあ、俺だったらもう強引にあの口の中ねじ込むぐらいのことするわ、ね。マジっすか。嫌われますよ女の子したら。嫌われて眠れずわ。いやいやいや。いやいや。ド S の極みですわ。ド S っすね。マジっすか。なかなか、まあ女の子ついたことないけどね。そうっすね。僕もまあうちのあのじいちゃんが結構あの釣り好きで、あのおとんとか、うん、まあそれで結構たまにあのあれですね、子供の頃にちょっと一緒になんかあの釣りに行ったりとかは結構増しましたけど、子供の頃は。俺もそうだよ、もうじいちゃんがすごい釣り好きだから、おじさんとか。ああそうなんですね。だからあれですよ、お父さんなんか自分であのあれですよ、あのあれ毛針っていうんですかをなんか自分でなんか作って、でそれをあの使ってなんかあの釣りとかなんかやってたみたいですね。でそのなんか専用のなんかあのケースみたいなのもなんかあって、うん、そうなんですよ。でそれを使ってなんか釣りとか行ってたらしいですけど、もうあの今はもう全然それもあれですね、もうあの人にやってもあれですけど、あのないですけど、それはもうそうっすね、そういうのがそうなんですよ、あったりとかしましたね。へえ、じゃあ結構やってたんだおじいちゃんとか、まあ遺伝子的には釣りやってんだね。そうっすね、結構まあ好きだったらしいっすね、話聞いてると。うん、木下さんは普段何して遊ぶんですか？僕はもうもっぱらあれっすね、暇があったらもうドライブ行くか旅行行くか、それかまああのスマホのゲームしたりとか。旅行ってどこ行くの？そうっす、まあいろいろですよ。まああの県外なんかも結構平気で行きますし、あのそれこそあの京都とか、もう京都、鳥取、滋賀、滋賀、兵庫、北海道、沖縄、奈良、あとどこ行ったっけ、あとなんかいろいろ来ましたね、僕いろいろ。それは何、全部車で行くの？車もそうですし、あとはあの電車とか、うん、そうですね、新幹線。いや、あの普通にあの特急とかあの急行とかで。特急とか急行で京都行ったりするの？全然行きますね、京都。京都でも特急でどうですかね、2時間ぐらいですか、2時間かかるかかからんかぐらいですかね、京都やったら。うん、そうっすね。じゃあ俺なんか静岡住んでるけど、静岡まで来るの2時間ぐらいかからん？2時間ぐらいかかりますかね。僕はですね、静岡は行ったことないですね、そういえば。なんかいいとこいっぱいあるよ。あれですもんね、なんか富士山とか富士サファリパークとか。富士サファリパークとかね。ねえ。ねえ。ねえ。うん。いろいろね、なんか農産物もいっぱいあるしね、お茶とかみかんとかね。ああ、そうですね、お茶がうまいですよね、静岡は。モグンとかうなぎとかね。ああ、うなぎもうまいですね。うん。そうですね。うまいっす。うなぎうまいっすよね。なんかうなぎもね、なんかね、なんだっけ。なんかね、うなぎもね、時期にね、なんか今うなぎの稚魚がものすごく取れないと問題になってるとかって言うじゃないですか。ああはいはい。なんかそれでね、なんかなんだっけ、何条約だっけ、サンフランシスコ条約だっけ、なんだっけ、ワシントン条約かな。ワシントン条約じゃないですか。ワシントン条約か。ワシントン条約だね。ワシントン条約かなんかでね、なんかね、うなぎのことなんか言ってるらしいんだけどね、なんだちょっと忘れたけど。はいはい、なんかそれでうなぎの稚魚がどうのこうのって、なんかその保護条例みたいのがその制定されると、なんかうな丼とかが、うな重とかうな丼とかが、はい、大体ね、1回2万円ぐらいになるって。2万っすか。今大体3000円とか4000円ぐらいなんですよ。まあまあそうですね、それぐらいですよね。大体2万円ぐらいになるって、もうあと1年とか2年後ぐらいに。あのもういっぱいがですか？そう。マジっすか？ 2 万っすか？ 2 万なの。いやー、マジか。可能性が今あるんだって。
なんかね、ワシントン条約かなんかの話や。なんかね、どっかイタリアかどっかでは、もうすでになんかうなぎの保護だかなんかが始まってて、はい。なんかね、なんかスーパー行くと、なんか金色みたいななんかお皿に乗ってるうなぎが、もう1匹10万とかするんだって。うわ、マジっすか。そう。10万ってやばいっすね。そうそうそう。へぇー。10万はやばいな。もううなぎね、食べれなく、あんまり食べれなくなっちゃうかもしれないからね、今のうちに食べとくといいよ。へぇ、あ、そうなんすね。あー、それはでもあれですね、初耳っすね、それは。俺もなんかこの前、なんかうなぎの工場見学って言ったらあれだけど。はいはい。ね。うん。そうそうそう、うなぎの養殖場をなんか見学してて。へぇ。そんなことなんかおじさんが言うとった。ような記憶が。あ、そうなんですね。あれですもんね、なんかちょっとな、彼女はちょっとあれですよ、変わりますけど、なんかタバコもなんか、ね、今度なんかもしかしたらもうすごいなんかなんか値上げするかもしれやんとか言ってますもんね。タバコが一箱1000円になるっていう。そうっす、だから1000円ぐらいなんかなるとか言ってますもんね。今大体460円とか70円とか。そうです、440円とか50円ぐらいですかね。それがなんか1000円ぐらいにまで、ね、結構なんか上がるかもしれんとか言って今言ってますけど。うん。タバコ吸うんですか？あ、吸うね。吸うんすけど、1000円超えるともう多分僕はもう多分もう吸わないっすね。やめるの？やめますね、僕は。やめれるの、タバコ？全然僕はやめますよ。そうなんや、吸わんくてもイライラせんの？そこまでイライラしないっすね。まあそこまで言ってないんで。まあ俺はタバコ吸わないんで。さすがに1000円超えると痛いんで、そうっす。だって2日で1箱結構今吸ってますけど、1週間でだって1箱になったらって1週間で、まあ、単純計算で3000円ぐらいいるじゃないですか。3000円かけることの4で、だって月で1万2000円かかるわけじゃないですか。さすがにそれはちょっと、そこまでしてまで吸いたいかって言われると、ちょっとなんか、うんって感じなんで、そうなんですよね。はあ、そうなんですよね。1000円はちょっと痛いっすよね。吸わずにでも我慢できるんだ。まあ僕は全然平気っすね。タバコってさ、僕は全然吸ったことないんだけど、そもそも。はい。結局は何？吸うとどんな感じなの？説明すると口頭で。まあ落ち着くじゃないですけど、なんかちょっとやっぱりね、なんか口がちょっとなんか寂しい時あるんですよ。ちょっと。なんかちょっと、なんかちょっと吸いたいな、まあ、特になんかお酒をなんか飲んどる時とか、あとはなんかその友達と話してる時とか、あとはそれこそなんていうんですかね、その作業中とか、まあ、それこそあれですね、小説を書いてる時とか、ちょっとなんか物をちょっとなんか考えてる時とかは結構割となんか吸いたくなるっていう、トッポ加えとくとかじゃダメ。いや、それ、まあ、それでもいいですけど。フォーク加えとくとかダメ。いや、それでもまあ、ダメってことはないですけど、ちょっとなんか違うんですよね、なんか。そうなんですよね。あれは要はこう、煙出るわけじゃん。そうっすね。煙は内側にも吸ってんの、あれは。あれは、自分の方にも。まあ、一応、吸ってるっていうか、そうっすね。感覚的には吸ってますね。むせん、そんなの。まあ、むせるときもありますけど、そうですね、ほぼでもむせないですね。僕なんか子供の頃から気管支弱いもんで、もそういうのはもう一切ダメで。ああ、そうなんですね。まあ、無理だよね。まあ、無理っすよね、それ、それやったら。普通ね、ものすごく体にいいとかっていうのは別だけど、どっちかっていうと悪いわけじゃないですか。まあ、悪いっすね、そうですね、悪いっすね、100%。そうでしょ。それでお金かかるわけじゃないですか。うん。いらない。そうっす。そうっす。いらないっす。だってタバコ1箱10本ぐらい入ってるもんね。あれ460円とか50円で買うわけじゃないですか。そうっすね。あれだったらその辺の店行ってランチ食うんですか。ああ、まあそうっすよね。その方がまあそうですよね。賢いっすよね。賢いっすね。本当は。だってあんななんかわけのわからんもの、ね。ダメです。なんかね、スモーカーの皆さんに本当ごめんなさいだけど。いやいやいや、まあそうっすよ、実際。
そうっすよ。葉っぱだかなんだかわからんけど、あんなもの火つけて加えといてしょうがない。確かに。だって中にはだって、あの女の人も結構あれでしょ、あの吸う人おるでしょ、女の人でも、タバコ。いるね。結構いますよ、今、割と見てると。女の人で結構タバコ吸うっていう。あ、女の人吸うと、あれじゃん、なんか赤ちゃんが小さくなるみたいな。ああ、そうっすね。なんか、やっぱり、なんか、妊婦の人は、やっぱり、なんか、ダメって言いますもんね、タバコは。うん、それには、もう、喫煙者の両親、まあ、母親にしても、父親にしても、どっちかが喫煙者を持っていると、子供の学力が1割から2割低減するらしい。あ、そうなんすか？平均的に。だから、両親のどっちかがタバコ吸ってるっていうと、自分の本来持ってる学力の1割、2割が削られてるみたいな。あ、そうなんすね。へー、あ、そうなんや。それでもやばいっすよね。そうですよ。お両親す？僕は親父は吸ってましたね。はじゃあもうそれで1割削られてますよ大体。あー、それで僕たそれで多分あれなんですね。僕結構あのバカなんすね。それで。かもしれない。かもしれないですね。まあ木下さんが仮に自分のことバカだって言うんだったら、まあ、あの1割ぐらい親父のせいです。あ、くっそ、親父のせいですね。木下さんがバカなのの1割は親父、9割は自分のせい。そうですね、僕のせいですね。90% は自分です。10% は親父のせいにしていい。10% は親父のせいですね。くっそ、親父やな。俺も親父知ってるから、親父が 10% は。ああ、そうですね、親父のせいですね。そうですね、親父のせいですね。そうですよ。そうですね。そう。いやいやいや、そうなんですね。そうなんだよね。だからタバコは吸わん。タバコも吸わんし、お酒もなんか僕はあんまり飲まない。へえ、そうなんですね。うん、なんかもう。もう全くないんですか？お酒は飲まないんですか？ビールとかも全く。たんまにビール飲んだり、チューハイ飲んだりすることあるけど、別に好き好んで飲まないから。そうなんですね。なんか別に飲まない飲まんでも生きていけるから、全然飲まない。もう2年ぐらい飲んでないんじゃない？下手したら。あ、そうなんですか？すごいっすね。お酒もタバコも全然やらないよ。へぇ、真面目っすね。ただただその真面目じゃないとこを言うと、まああれだよね、あのギャンブルはするね。ああ、なるほど。パチンコとかっすか？もうパチンコ、競馬、競艇、なんでもやる。僕でもそれは そっち系はやらないっすね、全く。うん、そうっすね。パチンコもしないですし、あれですね、競馬とかも全くやらないですし、そうっすね。そっちはやらないっすね。でもまあなんか、どれかやるじゃん。なんか、タバコ、お酒、ギャンブル、まあ、あとは女遊びか、キャバクラとか。まあ、そうっすね。まあ、どれかは、どれかはしますよね。やっぱ男なんで。うん、まあ、まあ、パチンコスロットとか競馬とかも完全に両親とかの影響だから。ああ、まあそうなんすね、やっぱり。うん。まあ、周りの友達も友達でやっぱパチンコ行こうかとか、そういうスロット行こうかみたいなの多いからね。うん、僕もまあパチンコはまあその友達で結構する人がおるもんで、その友達にその誘われて行こうやって言われると、まあたまに行くぐらいですけど。今もたまに行くの？本当にたまにですね。うん、まあ、自分からは絶対もう あの行かないですけど。あんまりやって面白くない？うん、あんまり面白くないんですよね。あんまりなんか、楽しさがわからんっていうか。最近のやつはなんかアニメとか、そういうののタイアップみたいなのもあるから。ああ、見たいっすよね、なんか。そう、うん、まあ結局ね、その画面の図柄が揃って、ね、当たってね、それでお金が増えていくっていうのは。まあそうっすよね。まあそうっすよね。当たれば結構嬉しいっすよね、やっぱり。そうそうそう。その当たりを求めて、うん、あれ、うち行くのよ、養分は。へー、あ、そうなんですね。そうなんですよね。はい。なんだっけ、10両目。はい。あ、もう、同じ時間ですね。もう24分回ったので、そろそろ。あららら、そろそろですね。はい。では、最後の指名の言葉を。はい。はい。はい、木下雄一と、鈴木智也の、おしゃべりー。ベリーということで、はい。はい、はい、10両目の方これで終わらせていただきますけども、はい、最後に、今日の木下さんと僕のこのトーク良かったなと思ったらいつもの通りグッドボタンを
はい、あまり良くなかったと思う人は下げてもらっても構いません。はい、また僕らこの YouTube UGP チャンネルでは、さまざまなコンテンツを公開しています。このハロウィンにもなんとハロウィンのボイスドラマ企画に 2つぐらい上がってるのかな。ああそうですね、うん、はい、上がってますね。過去作品たどればね、見たりとかできると思うので、皆さんぜひ見てください。お願いします、はい、これからも見てもいいよっていう方はチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ということで、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。